さんお疲れ様です。人は集まっても一切買わないっていうね。買うはずのない人が集まっちゃったって例もあるわけなんですよね。まあ、あの、なんか、有料商品は買わない。で、無料のものだけでなんとかやっていきたい。そして、無料のものでなんともやっていけない。で、人が成立するものには耳は貸さない。なんかね、そういった方も一定数いらっしゃるんですけども、販売者の方として、価格の打ち出しを失敗したりとか、その、濃さをね、テストするのを間違えちゃうと、 いつも人はいるんだけど一切売れないみたいなマーケットってできちゃうんですよね。まあそういった方からもあのこの前ご相談いただいてね。アクセスはそこそこあるんだけども全然売れないんだ。しまいには3000の商品も売れないというね。ううですよね。だから人の気持ちをちょっと変えてないっていうかね。揺さぶってないというかね。まあいろいろあるんでしょうね。 あのお金がないから買わないっていうのは実際にあるでしょうけどもまあでもねお金がないけど買いたいっていうふうに変えていかないといけないしお金がないのに買ったにしていかないといけないじゃないと結局いいいいいいよいいよよでで済ましていたら誰一人買わないわなけですよあのお財布に10万円あるから1000円の商品買うわけじゃないんですよねお財布に100円しかないけども1000円の商品が欲しくなったら100円しかないんだけどどうやって、えー、買ったらいいですかみたいに人の気持ちは変わってくるんですよね うん、だったら100円の分割しましょうかっていう話にもなるかもしれないしあのどっかでバイトしてきて稼ごうかでもいいと思いますしで私の場合こういうこともありましただから即家塾のねあのお金が頭金3万円といえども払えないんですとなんとかなりませんかなんとかなりませんかの前にじゃあ1週間ねちょっとランチを我慢してそれで1500円作ってみてくださいっていうふうにお話ししたんですよねそうすると確かにランチを 3回ぐらいい我慢して 1, 円作れましてて円作またっていうわけなんですよ、うん、でもお腹が空いいてねやれんかったと言いますよ、ねうん、でも例えば私に対してじゃあ価格を1500円下げてくれって言ったら私がランチを抜くってことになるんですよ、まあそれはちょっと変な例えだったんですよ他のこともいろいろあってその話をしたんですけどもだからお金がない中でもお金を作るのがビジネスのもう第一歩っていうかね、うん、だって必要な経費っているわけじゃないですか。 じゃあお金がないからスマホを解約するんですかとかお金がないからあの電気、中国電力を解約するんですかって言ったらそうじゃないわけですよね。なんか必要だと思うのにはこの逆立ちしてでもお金払ってお金作ってくるわけですよ。じゃあ優先順位を高めるためのセールスをしていたんだろうかとか関係性を作っていたんだろうかってことをやっぱり自分の身に置き換えてみると いやーこの人たちはお金がないから買わないんですって言って責任を外に投げるんじゃなくてその人をじゃあどういったあの感情にしていったのかなってところがやっぱ問われるんでしょうねやっぱね、うん、だから関係性の薄い人に対してとりあえず手に取っていただく部分ともう結構濃い方にねあのやっぱこう販売者の方が売ってあげるよう的なね、うん、この金額に妥協したから60万円の商品してあげるよっていう風に安いって思わせることですよね。 ちなみに私もね、FX オリガルヒ売った時にはもう全員から安いと言われましたね、うん、でその前にやったことっていうのはあの FX オリガルヒの実際にこういうことをやりますよっていうのを1か月ずーっと公開してたんですよでこれがなくなりますっていうねこれが FX オリガルヒに参加した方だけになりますっていうになると、まあ、その金額も言わないのにお問い合わせをいただいてねお問い合わせをした方に金額打ち出しますよってことをすると、まあ、まあ売れるみたいな感じそんな高いもんではなかったですけどね、うん、まあでも やっぱ30万前後のものだったらいつでも売れるなっていう状態にしとかないとやっぱりねじゃあね10万の商品がメインになっちゃったりとか5万の商品がメインになっちゃったりとかして結局、まあ、5万とか10万の商品をメインで売っちゃうとサポートが今度できなくなって結局商品のクオリティ落ちるんで買っっったたけど失敗したって思わせることになっちゃいますよねだったらもうガツンとでかい金額言っといてその代わり購入者少ないっていうふうにしてきめ細かいサポート。 約束できると、まあ、これは商品のクオリティ良かったからもっと高くても買いますみたいになったら相対的にただみたいなもんでしたみたいなことになると思うんですよあちなみに私最初にヒルズ塾買った時って問い合わせしてもね3日ぐらい返事来なかったことばかりだったような気がしましたけどねなんか全然返事来ないなとまあこういうもんなのかなと思ってましたけども返事が来る前に自分でいろいろあの手この手でも解決しちゃったことが多かったような気がしますね振り返ってみたらねもうあまり覚えてないんですけどもいまだにあのなんか1億円ノートみたいなのを 期待して買ってそれでカリキュラムやりながら書いたりとかね結構それが今でもねなんか宝物になってますねあの100円ぐらいで買ったノートが今1億円を作ったのかと思ったら相対的に熟費用ってタダみたいなもんだったなと今でも思いますね